はい、今日のコーデをご紹介いたします。はい、まずはトップス、こちらは島村ですね。マキさんコラボだったと思います。はい、ここがちょっと透けてるんですけれども、肌色のヒートテックを着ています。はい、見えてるのはヒートテックです。寒くないですね。はい、パールがついてて可愛いです。島村と青木美沙子さんコラボのネックレスをしています。ニナスですね、ニナスともコラボってるやつですね。はい、そしてこのジャンスカ、こちらも島村です。これは先週行った時まだ売ってましたので、意外と売ってるんですけれども、これ見るより着た方がすごく可愛いです。はい、私は結構気に入ってますね。この切り替えが上すぎないのですごくいいです。上すぎない、下すぎないので、はい、これがもうちょっと上すぎるとちょっと私にはちょっと合わないので、はい、骨格的に、はい、こちら気に入ってます。この高さの切り替えが、はい、そして下にスカート入ってるんです。アンダースカート、こちら島村のチュールスカートです。これを、はい、下に合わせてます。はい、バッグはこちらです。はい、先日購入しました。はい、バッグです。かわいいです。まあ、入ってるものはいつも通りのものなんですけどね、長財布だったりポーチだったり、はい、こんな感じです。あ、メゾンドフルールですね。はい、こちらのバッグを持ってお出かけしてきます。それでは購入品のご紹介なんですけれども、今日は開店前に行ってアリスさんの服を買いに行くはずだったんですけれども、残念なことに茨城県取り扱いなしですって一番近くて千葉県の、まあ、東京寄りの店舗だそうですね。ちょっとがっかりでしたけどね。はい、はい、では今週の島村購入品です。今週って言っても今日なんですけどね。はい、ですね、またね、本当にね、欲しかったものが買えました。ではまずスカートからいきますか。スカート、はい、チュールスカートです。何着目でしょうね。結構チュールスカート好きで買っちゃいました。これはね、またね、すごいんですよ。このなんだろう、ボリュームというか、もう本当にこのすごくないですか、このティアード感、かわいい。チュールダンダンフリル SK、 チュールダンダンフリルですって、かわいい。はい、税込み1969円、 M サイズです。こちらは黒が欲しかったんですけど、黒は M サイズがなくて L サイズでした。結構な長さがあるので、もしかしたらウエストは総ゴムなんで、長さが多分 L サイズだと長すぎるんじゃないかなと思って、まあ、これからね、春夏になっていくわけでして、まあ、白の方でも結構使えるんじゃないかなと思って、はい、白、まあ、白って言ってもアイボリーなんですけどね。はい、他になんかピンクとかもありましたね。可愛いですね。なんかちょっと偏ってるけども、これ静電気すごいんですよね、チュールスカートって。まあ、今日もね、下にワンピースの下に履いてましたけど、結構使えるんで、チュールスカートいいと思いますね。はい、どこなんだ、アミスタの、はい、こちらになってます。はい、ではちょっと後ほど試着していきたいと思います。可愛いですね。はい、続きまして雑貨です。はい、こちらオンラインで見つけて買いたいなと思ってたらありましたので、店舗にね、ラッキーですね。はい、スリッパなんですけど、はい、こちらですね、かわいいスリッパ、はい、リボンスリッパですね。はい、かわいいですね。厚底なんです。はい、厚底なのでちょっと、まあ、家の中とはいえ、まあ、多少は美脚に見えるんじゃないかと、はい、
こちらはね、ムムさん、ムムさん、ムムさんだっけ、はい、ムムさんコラボでしたね。ちょっとすいませんね、手際が悪い。はい、はい、こちらムムさんのコラボです。はい、ちょっと12時の鐘が鳴ってますね。はい、こちらは MU バンタリボンワッフル、979円。すいません、たどたどしくて。何これ、バンタリボンワッフルすいません。はい、とにかく安い、979円。スリッパ革命って書いてありますね。はい、スリッパ革命、高めヒールの美脚スリッパ、4センチヒールで立ち姿をより美しく、さっと拭ける底材を使用、ふんわりリボンで可愛さ20マル。ほんと可愛いですね。はい、他の色もありました。グレーでしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけどね、可愛い。これからあの夏ね、また春夏に向けてこちらに変えていこうかなと思います。はい、はい、続きましてご紹介いたしますのがこちら、本当に買おうと思ってたんです。楽天ファッションか ZOZO タウンかずっと悩んでまして、うん、でも一応島村見てからにしようかなと思ってたんですよ。島村にはないと思ってたんで、そしたらあるんですね。さすが島村ですね。はい、こちらです。わかりますか、これ。なんだかちょっと引っかかってる。2つ買ったんです。はい、今流行り、若者の間で今流行り、つけフリルです。これね、ずっと欲しいなと思ってたんです。もう流行ってるのはね、とにかくね、買いたいタイプなので、よかった買えて。まあ、そんなにねボリュームはないんで、まあ値段出せばそこそこいい、いいっていうか、大げさなフリルが買えるんでしょうけど、まあちょっと島村で最初は十分ですよね。これ重ねられるように2つ買ってみたんですけど、なんかくっついちゃって、レジの店員さん最初1つしか打ってなくて、それで何、包装じゃない、袋に入れようとしてたんで、私はちゃんと2つ買ったんで打ち忘れてますよって伝えました。はい、だって毎週行ってるからさ、すぐ分かっちゃうでしょ。うまいことごまかしとかね、できないですもんね。そういうずるいことはしちゃいけないですよね。きちんとね伝えました、これ2つくっついてますよって。はい、じゃあですね、こっちから紹介していきましょう。はい、こっちは普通って言うと、もなんかポコポコした生地、ポコポコした生地2段フリルですね。はい、ジャガードつけフリル、はい、税込み1089円。安いですよね、だいたいね、2000円くらいしちゃうんで、すごい良かった。2つ買えたんでね。はい、こちらの、はい、レースっぽいやつがチュールつけフリル、税込み1089円ね。もうマルチウェイつけフリル、なんか付け方が、ね、載ってるんでね。はい、この斜めにたすき掛けみたいにするのが今結構若い子の間でね流行ってますよね。はい、ウエスト、まあ、ベルトにもできるみたいですけどね。まあ、ベルトでも可愛いかもしれない。うん、太くなっちゃうけど、ウエストかなり、はい、でもなんか普通に袖じゃないや、こうやってなんかつけても可愛いかもしれない。シンプルな服、今日はちょっとねトップスがもうすごいフリフリしてるんで、はい、いいですよね。こうシンプルな、まあ、T シャツとかニットとかカットソーとかに、はい、まあ、つけても、まあ、本当にいろいろなね使い方ができると思います、ね、かわいい。これバッグにつけてる人もいましたね。バッグのなんかストラップにつけてるみたいな感じで、まあ、タスキにしたりとかできるんでね。これなんかこの辺に胸につけてもいいかな。つけづらいの、胸は、はい、ウエスト、うん、腰に巻きつけたり、まあ、いろいろちょっと、ね、できるみたいですね。はい、これ本当ね流行ると思います。もうちょっと夏ぐらいにちょっとみんなしてるかもしれないんで、島村安いんでおすすめです。可愛いしね。あ、白もありました。ホワイトも、とりあえず私は黒買ったんですけど、白もね可愛いと思いますよ。はい、はい、まずはスカート履いてみました。
このダンダンチュールスカートすごい可愛いですよね。結構長いです。私あの身長161センチなんですけど、はい、まあ裏地の方がちょっと短めで、この上のチュールっぽいのが、チュールっぽいというかチュールが、はい、すごく長いですね。あの結構ハイウエストにしないと下ついちゃう感じですね。はい、シンプルな、はい、トップスに合わせました。ハイネックのね、こちらも島村ですね。はい、こちらに合わせてみました。はい、それではあのつけフリルつけていきたいと思います。はい、まずね、普通にあのちょっと伸ばして、はい、フリルをね、はい、普通にあの普通にです、普通に前でつけてみました。はい、こちらをねちょっとねあのたすき掛けみたいにちょっとしていきたいと思います。でもこれでもすごく可愛いと思います。あのシンプルな服がねもう全然変わりますよね。はい、ほんと可愛いです。はい、はい、斜めにつけてみました。どうでしょう、まあ、ちょっとこの辺移動できるっていうのがいいですよね。こう伸ばしたり、はい、縮めたり、すごい可愛いですよね。なんか使えますよこれ、すごい可愛い。フリルが大好きな方にはいいと思います。私あのフリル好きなんでね、すごい。ちょっとこのお値段で、まあボリュームもまあそこそこじゃないですか。はい、可愛いじゃないですかね。どうでしょう。はい、チュールの黒の方をやったんですけどっていうかつけてるんですけれども、やっぱりあの同色なのでそんなにあの嫌味な感じはしないと思うんですけど、どうでしょう。まあこれであの例えば白にしても可愛いと思います。なんかこっちも可愛いな。はい、普通に、はい、首に巻いてもいいですし、こうタスキにしてこのままいっちゃいますけど、どうですか、タスキにしても可愛い。うん、あえてあのやっぱりちょっと他の色にしても可愛いかもしれない。うん、いいんじゃないですかね。ねっていうか、はい、可愛いな。どうですかね。はい、はい、同じチュールな素材なので、はい、ちょっとまたウエストに巻きつけても可愛いかもしれない。もうちょっときちんとね、実際あのつけるときはこう縛ったりして、あ、結構ね満足、これで十分、すごい可愛い。使えますねこちらね。長さもすごく長いので、はい、これ本当にね普通にこう伸ばしちゃってもいいくらい、すっごい長い、可愛い。はい、ちなみにダブル使いしてみました。はい、チュールと、はい、ワッフルワッフルでしたっけ。はい、まあ、こういった使い方もね、まあちょっとやりすぎ感が出ちゃってますけど、私もやりすぎるくらいが好きなので、あ、これはこれでねまた良くないですか。もう服がもう本当にあの普通のシンプルな服がねもう変わりますよね、すごい可愛く。はい、ただこの脇の紐はねちょっとやっぱり長めなので、それはまたねうまく工夫していただかないとあれなんですけどね。うん、すごい可愛い。可愛いわ。どうですかね、よかった、いいお買い物ができました。はい、はい、ですね、化粧品の、はい、ご紹介をしていきたいと思います。以前にちょっとリクエストをいただきました。はい、朝の、はい、化粧品ですね。朝使ってる化粧品です。洗面所で顔を洗って、あの、その後無印の導入化粧液を塗りまして、はい、化粧水。そして、こちら無印の、なんだっけ、コントロールカラーか。コントロールカラー、あんまり効き目ないんですけど、私のジグが黒すぎて。はい、こちら塗って、で、アテニアで毛穴を埋めまして、埋まりきりませんがね、埋まってないんですけど、まあ埋めまして、はい、そしてポール&ジョーのプライマーファンデーション塗りまして、まあ薄付きですね、
はい、こちらを塗って、はい、ディオールのクッションファンデ、私はスポンジではなくブラシで塗りたくっております。はい、そして、美佐子さんと島村コラボのシェーディング、こちらで顔を削りまして、はい、頬ですね、なるべく小顔に見えるように削っております。そしてシャネルのパウダーですね、こちらの値段かなり高かったんですけれども、ずいぶん持ってます。あの、結果的にコスパいいかなと思ってます。はい、そしてキャンメイク、さらにあの顔を光らせるっていうか、まあちょっと粉を塗りまして、はい、そしてこちらの、B アイドルのアイシャドウ、あ、でもその前にこの下に、はい、ディオール、こちらの、はい、目をね、目の周りキラキラさせましてから、はい、こちらです、 B アイドル。はい、そして眉毛は今ビセですね、その前はあのケイト使ってました。まあ娘からのお下がりです。はい、そしてアイライナー系、はい、上からこれはあのケイトの二重の幅、はい、を強調するやつですね。年々だんだんあの二重がなくなってきておりまして、あの奥二重みたいにもう下がっちゃってね、顔の皮膚が。はい、そしてこの真ん中のこの、こちら付録だったんですよね、このアイライナー。これでもあの下まぶたにアイライナー、あの大げさにもうはみ出して書いてあります。そしてキャンメイクの、はい、こちらのアイライナー、これはもう ねなくてはならないものですね。こちらを、はい、書きまして、それからマスカラ系ですね。マスカラ下地とマスカラはキャンメイクです。じゃあもうつけまはこちらの糊を使っております。そしてこのちょっとね、あのなくなってる、汚らしくなってますけど、こちらジルスチュワートでまたさらにまぶたをキラキラにしてまして、はい、ナーズでほっぺた赤くしてます。あのそんなに真っ赤にはならないけど、はい、こちらまあおまけみたいなものでついてきたものですね、こちらを使ってます。はい、青木美佐子さんと島村コラボのコンシーラーとハイライト、こちらも塗りまして、はい、今日のリップは、ナーズとフジコですね。はい、こちらの BT21、 これで、目の下を またもうどんだけキラキラにするのってぐらい、はい、あのまたキラキラにしまして、こちらのリップ、これすごいお気に入りのリップなんですけれども、本当はこのナーズとか塗る前にこれ実は塗ってるんですけどね、夜とかね、はい、塗ってます。この赤いので最後、顔にプシュプシュっとミストを振りかけまして、なるべく化粧が落ちないようにしてますけれども、うん、あんまり効果はないかな。まあこんな感じでございます。すいません、中はちょっとお見せすることがなかったんですけれども、はい、まあざっとこんな感じでございます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。やっと出張に行ってきたんですけれども、仕事が終わってホテルに戻って懇親会までちょっと時間があったんです。30分くらい島村行ってきました。何も買わなかったですけどね、島村病出ちゃいましたよ。